なんたって禅宗なんかほら永山の雪はいつ解けるか、解ける時には解けるって、これだもんだって悟りが。そんなもの何にもや、へのつっかえ場にもなんねえよ、そんなこと100年言われてみたって。だって俺テレビで本当にドキュメンタリーで見たんだもん、あの比叡山のじゃない、あのそうだ、なんだっけ、永寺の貫通が、そのだからその時特別に許可されて NHK の前にあのカメラが入ったわけだよ。でそのいわゆるなんとかっていうの、俺たちでいう禅問答っていう、その高台っていうのは確か高にする高に題名の台って書いて高台っていうのがあって、それのこう厳粛な空気でやってるわけよ。ほんでその弟子の皇帝がね、やっぱそれももう考え抜いて考え抜いた質問らしいんだな。でそれが歴代残っていくんだよ、その高台の。それが貫通芸がこういうふうに答えられたと、これに対してこう答えられたというのは常にずっと残ってきてるわけ。それの記録、今年のその、 あの記録として残るその高台が、比叡山の、あ、じゃない、永平寺の雪、今積もってる雪はいつ溶けるのやいないや、それは漢文かなんかで言うんだよ。だからおそらく確か書き下しかなんか見て俺は分かったわけだよね。それをこう漢語で言うわけさ、そうすると空白なんだよね。シーンとしてて、溶ける時に溶ける。でもその時は俺はね感動したんだよ。おお、悟り、仏教の悟りってのはこういうことを言うんだ。俺永平寺に行こうと思ったのね。永平寺行って頭を守れて運水になって、ああやって修行しようって、溶ける時には溶ける。そうな話もできる。いや本当はだけど、何かそこに、だからそこ、それを感ずる人は感ずるんだよ、そこに深い仏法の恩義をっていう、それのそういう言い分なの禅宗は。それが維新伝心なんだよ。だから表面上は溶ける時には溶けるっていうね、何言わんねんっていうことなんだけど、その奥、奥義がこう弟子と皇帝とその師匠の間だけにで、ごくりが伝わったと。こういうことなんさ、言わんとすることは。うん。その奥義は言葉にはできないんだよ。ただ、表層部分ではそう言っただけだ。で、それが禅宗の基本的に言い方だよね。維新伝心で伝わっていくんだと。言葉にできることは浅いんだって言うんだよ、向こうは。だから、経典を馬鹿にするわけだ、ね。経下別で。経典とは別に伝わった奥義があるんだっていう。で元を正せば奴らの言い分はさ、あの、まあ、今はもう義書、義経ってもう分かっちゃってるんだけど、大梵天の文仏決議経にね、そのお釈迦様涅槃の時に、こう横になってる時にさ、みんながバーッと集まってきてて、それでこう、花を一輪こう持ってね、国やってやったってなるんだよ、その国ってこう。そしたら、稲田部弟子の中で、みんな中、何を今されてるんだ、師匠は何をされたんだって時に、歌唱だけがニヤって笑ったんですよ、師匠。それで維新伝心したって、その仏の極意が、そうか、念下見性っていう、ニヤってなった時にそこにこう経とは別に伝わったっていう歌唱、それはそれが基本だもん禅宗で。それはどう悟るかっていうと、結局壁に向かってずっと座禅を組むわけですよ。そこにこう悟ったっていう時が、そんなバカ迷いだらけのこの凡夫がだよ、何の師範もなく壁に向かってじっと瞑想してて悟れるぐらいだったら仏教いりませんよ。そういう、でもなんとなくさ、でもなんとなくこうちょっと魅力もあるじゃん、そういう感じ。俺なんかもともと禅宗系だから、むっちゃ魅力感じるわけ、そういうの。あ、そう、壁に座って、それでこう、苦行をするんだよ。こうストイックにね、自分を限界まで追い込んでいくと、人間ってこう、悟る時があるかもしれないとか言って。まあそんなことがこう、去来したから、よし、俺も永平寺に入ろうと。20歳ぐらいの時に、決意、半分、本当本気で決意した。よかったよ。
よかったよ、行かなくて。あの時に本当に4歳になってたら今頃すごい顔してこう切腹したかもしれないね、全集の構想家になっちゃって、うん、溶ける時には溶けるだってうなってたかもしんないよ、お前は分からんのかとのが言っちゃってだからそうそうそう違った角度で YouTube 出たかもしれない。